今回紹介するのは桜木ココナさんなのだ。2005年5月9日生まれの17歳、身長160センチ、茨城県出身の AB型、推定 D カップ。桜木ココナさんはスターダストプロモーション所属のアイドル私立恵比寿中学のメンバーなのだ。趣味はダンス、メイク、特技はジャズダンス、柔軟、アイジバランス。好きな食べ物は生ガキ、お肉、辛いもの。そんな彼女の経歴は2018年8月29日、男女混合ダンスボーカルグループ男女の結成メンバーとなる。2020年12月31日には惜しまれつつも男女が活動終了。2021年5月5日、私立恵比寿中学新メンバーオーディションの結果新メンバーとなる。2021年6月5日、インスタグラム個人アカウントを開設し、2022年1月8日には TikTok 個人アカウントを開設。2022年9月16日、初の生誕ソロライブを恵比寿ザ・ガーデンホールにて開催するのだ。私立恵比寿中学では出席番号13番、メンバーカラーは赤、ダンスリーダーを務める。審査の際には二次審査でダイナミックなジャズダンスを披露した。最終審査ではオレンジチームに所属し、歌唱力審査ではあいみょんの生きていたんだよなを歌唱し見事合格。私立恵比寿中学の新メンバーになった際には合宿審査から今日まで不安とドキドキと楽しみでいっぱいでした。でもエビ中のメンバーに会って全部の不安が吹っ飛んだ気がしました。この新メンバーでよかったって思われるように頑張りますとコメントしているのだ。オーディション合格の連絡が来た時には嬉しさと驚きで涙がボロボロと出ました。家族と焼肉に行ったが涙で全然味がしませんでしたと振り返り、曲の雰囲気に合うようなかっこいいダンスをして合宿審査で戦ってきた子たちの思いを胸に一生懸命頑張りますと意気込んでいたのだ。2022年9月22日にはファースト写真集エニータイムココタイムが発売された。また2022年12月8日にはセカンド写真集ポップアイコンオブネクストジェネレーションも発売されるなど、今後も桜木ココナさんから目が離せないのだ。このチャンネルでは女優、モデル、アイドルを紹介していくので皆さんにもっと見ていただきたいのだ。動画を見て可愛い、応援したいと思ったらチャンネル登録、高評価よろしくなのだ。またこの人について知りたい、取り上げてほしいという方がいたらぜひぜひコメント欄に書いていってほしいのだ。それではまた次の動画で。ご視聴ありがとうなのだ。